新型コロナウイルスの感染拡大を予防するため、教育部は全国の学校に防疫アイテムを配りました。教育部のハン・ブンチュー部長は24日、北部新北市立板橋高校を視察しました。図書館の書庫は2階にある。本の貸し出しは学生証で自動的に行われる。貸し出し手続きを終えたら、この図書消毒器を利用して紫外線で本を殺菌消毒することができる。板橋高校の来春金校長によりますと、同校は15分間で学校の教員と生徒全員の体温測定を完了することができます。明天開学典礼呢，我们是取消。生徒たちが学校に入る前は、まず校門で体温の検査が行われる。並行の生徒数は2355人だから、通路を4本に分けて、非接触体温計が10本ずつ配置されている。教育部は全国の学校に、非接触体温計 2.5 万本、アルコール消毒剤 8.4 万リットル、マスク645万枚などの防疫アイテムを配りました。有確診或造成全班停课或全校停课。もしも校内で感染者が出て学級閉鎖または休校となった場合、教育部はマスクを配り重点的に支援するから、スペアは十分に取ってある。生徒たちには出身の地域で誰かを嫌悪し差別したりしないでほしい。その他、班部長はもしも子どもに発熱、喉の違和感などの症状が出た場合、休みを取り自宅で休むことを勧め、感染症予防に協力するよう呼びかけています。